はい、今回はですね、おすすめのリチウムイオンバッテリーをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、それがですね、この製品になるんですけども、これをですね、レノジー製のヒート機能付きプロシリーズスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、このですね、リチウムイオンバッテリーっていうのはですね、今キャンピングカー業界でも大注目を集めております。で、今までのね、キャンピングカーって、まあこれね、リン酸鉄のね、リチウムイオンバッテリーじゃなくて、まあ鉛バッテリーがですね、サブバッテリーとしてついていて、まあ照明だとかね、あとはですね、インバータを介して電子レンジを使ったり、家庭用エアコンをね、動かしたりっていう風にね、ことが可能になったんですけども、実はですね、鉛バッテリーだったらもう回数もそんなに多く使えないし、エアコンとかもですね、長時間使えなかったんですよ。そこでですね、実はこのね、リチウムイオンバッテリーというのがね、登場しまして、これ夢のような、ね、商品になったんですけども、このね、サイズもですね、コンパクトですし、そしてね、軽量でもありますしね、で、取り出せる電気容量もたくさんありますし、100V のですね、電化製品を長時間使えるというね、こう夢のようなですね、バッテリーだったんですけども、実はですね、デメリットがあるんですよ。それはね、何かと言いますと、これ放電、まあ電気をね、使うことに関してはマイナスのね、10度だとか15度、そしてね、ものによってはマイナス20度まで使えますよ、放電できますよっていうものが、ね、結構あったりするんですけど、実はですね、このリチウムイオンバッテリーに関してはマイナス、要は0度を下回るマイナス環境下になってしまうと充電が入らないんですよ。なので、ここね、北海道のように、まあ冬はですね、もうずっとマイナスのね、外気温になっているようなところだったら、まあ使うことはね、使えるんですけど、実はですね、だん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 容量が減っていってね、でも充電しようかなと思ってもマイナス環境下だったら充電がですね、入らないんですよ。で、そこで今回はですね、ヒート機能付き、これがね、ついたね、このバッテリーをね、紹介していきたいと思います。で、このね、ヒート機能付きってどういうことかと言いますと、このバッテリーの中に実はですね、ヒーターね、まあ、電熱線のね、ヒーターが入っていて、このね、バッテリーの温度を測って、あ、マイナスになったなって言ったら、このヒーターがね、ついてですね、このバッテリーを温めてくれるんですよ。で、そうすることによって、プラスのですね、バッテリーのね、温度になりますから、充電がね、入るし、使えるっていうことがね、できるんですよね。で、今回は実はですね、今お客様の車の中にいるんですけど、お客様のね、ご協力をいただいてですね、車両、実はファンルーチェさんのセレンゲティ525なんですけど、納車をね、させていただいた時に、実はですね、ヒート機能がね、ないリチウムイオンバッテリーをついていたんですけども、今回ね、ちょっと容量をね、少しね、増やしたいなっていうのと、北海道で使うにあたってヒート機能付きがね、欲しいなっていうことをね、ご要望いただきましたので、今回ですね、この、ヒート機能付きスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの100アンペアをですね、3つこのですね、セレンゲティにつけていろいろね、実験してみたいと思います。はい、この動画を見ていただくと、レノジーのですね、プロシリーズヒート機能付きスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーについてわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、そしてこのようなね、キャンピングカーのですね、アイテムについてもご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではね、正面をね、ご紹介します。正面はね、こんな感じですね。ロゴのね、文字が入ってるだとかっていう風にね、なっておりまして、このね、上に関しては、こんな感じでね、はい、プラスの端子とマイナスの端子があってね、このような感じになっております。これね、実際これは100アンペアのですね、容量になるんですけども、これ実はですね、新しくですね、リニューアルされたモデルになるんですよ。で、前回のね、旧モデルに関してね、この部分がね、ちょっとなくて、もう少しね、ちょっと気持ち低いようなね、感じだったんですけど、この、ね、ケースもね、リニューアルされたそうなんですよね。で、この中にね、どうやら、BMS だとかっていうのが搭載されてるんですよね。で、この横のところにはね、こう持ち運びができるとね、このようにこう指が入るような仕組みになっておりますので、ね、持ち運びはね、結構しやすいんじゃないかなと思います。で、これ重量はね、このね、100アンペアの容量で 12.2 キロなんですよ。で、鉛バッテリーね、結構100アンペアだったらね、20キロぐらいあるんですけど、それから比べると非常にですね、これ、軽量ね、なってるんじゃないかなと思います。そしてね、これね、寸法なんですけども、これね、横幅がですね、268mm、まあ、27センチぐらいですよね。で、横幅がですね、193mm なんで、約、まあ、20センチぐらいですかね。
で高さも205ミリなんで約ね、20センチぐらいの高さがありますので非常にですねコンパクトな作りになっております。こんなような感じでちょっとね上に少しこうね、なんですかね台形のような感じになって箱のような仕様になってるんですけども、サイズに関してはねこのような感じになっております。で実際はねこれサイクル回数も5000サイクルでね定格のね、高床の電圧に関しては 12.8V ねありまして、まあ、100アンペアのですね容量があります。そして今回のねこの100アンペアのねバッテリーに関しては放電で温度がですねマイナス20度から、まあ、プラスのですね60度まで、そして保管温度に関してはマイナス25度からね65度までね保管するね温度になっております。そしてね保証期間に関してもこれ5年間のですね保証がついております。ここにもねこんな感じでね数値が入ってるんですが 12.8V ね100アンペアですよね1280Wあって100アンペアですねチャージができますよっていう風になっております。はい、こんな感じのねバッテリーになっておりますのでこれをですね実際に今ね取り付けをねしていきたいと思います。はい、モニターについてはね同じレノ G 製のねこちらをね使っていきたいと思います。中に関してはねモニターとあとですねこの配線とあとのシャント抵抗の部分が入ってるんですけどね今回はねこれをつけていきたいと思います。前回はこうスーパービーのですねバッテリーがついていてそのねバッテリーモニターこちらについてるんですけどもこのねバッテリーモニターの代わりに今回のですねレノ G 製のこのですねモニターをねつけていきたいと思います。はい、そしてセレンゲティに関してはこちらのですねセカンドシートの下にバッテリーが入ってますのでこのねマットをね一回ねどけてみたいと思います。はい、現在ですねここに90アンペアのですねスーパービーのイプシロンのバッテリーがね90アンペアが1つ2つ入ってるんですけどこの中にですね100アンペアのねレノ G 製のバッテリーをねここをね3つでちょっとこう縦に2つの横に1つみたいな感じでね入れていきたいと思います。でこれ充電関係なんですけどもこの時にですね実はもうリチウムイオンバッテリーのですね 100V の充電器もね、搭載されておりますしソーラーパネルがついてるんですけどソーラーに関してもねこの MPPT コントローラーのねこちらの、ビクトロのですね、チャージコントローラーがついておりますので、まあ、外部電源とね、ソーラーに関してはね、問題なくですね、充電できますよね。はい、そして、ね、走行充電に関してもね、結構こういうね、太い線で走行充電、前のバッテリーから来てますので、走行充電もね、このままいけると思いますので、基本ですね、充電器関係をですね、まあ、交換することはなくですね、今、これね、バッテリーのみをですね、変えるような感じでできるんじゃないかなと思います。通常ですね、皆さんリチウムイオンバッテリーに取り替えるって言ったら、このね、バッテリーだけをですね、鉛バッテリーからね、リチウムに変えればいいっていうふうにね、思っていらっしゃる方も多いんですけど、実はですね、100V の充電器だとかソーラーのコントローラーとか走行充電器っていうのはこのリチウムに、ね、対応した、ものに取り替えなくちゃいけないので実はですねリチウムイオンバッテリーに取り替えるって言ったらリチウムイオンと付帯のですねパーツも変えなくちゃいけないので結構ですね高額になるんですよね。で今回は前回ですね、まあ、これのセットをね組んでいただいているので、まあ、バッテリーだけをね取り替えるような感じで済みますので、まあ、充電器関係がねちゃんと充実したちゃんとしたものがついておりますので今回はこのバッテリーだけをですね交換していきたいと思います。はい、このような感じでなんとかね完成しました。この中にですね、はい、100アンペアのヒート付きのですねレノ G 製のバッテリーが1つ2つ3つ、これね結構ギリギリなんですけどギリギリねなんとか3つこの中に収めることができました。それで 100V のですね充電器に関してはもともとですねこれリチウムのバッテリーがついていたのでミライ社のですねパワータイトのリチウム用のですね 100V のですね充電器がついておるのでこのまま使いますし
ソーラーの、ね、コントローラーに関してもこれビクトロのですね MPPT コントローラーですので、これもそのまま使えたんですよ。で当初走行充電がですね、そのままね既存のものを行こうと思ったんですけど、ちょっとねこの300アンペアのですねバッテリーを、走行充電で入れるのにちょっとですね容量が少し少なかったので、お客様とそこを相談させていただいてね、同じレノ G 製のですね50アンペアの走行充電器をですねつけることにしました。そうすることによって、走行充電もバッチリですし 100V も大丈夫、ソーラーパネルも大丈夫ですよね。いろいろですね充電器関係を動かしてね様子を見てみたいと思います。はい、それではね、バッテリーの取り付けが完了しましたので、実際にね、いろいろですね、電化製品を動かしてみたいと思います。今の状態でいくと、100% ね、300アンペアの 100% に表示はね、なっているんですよ。で、この状態で、今ですね、室内温度に関しては先ほどね、ご覧いただいた通り、今、外はね、マイナス5度ぐらいあるんですけど、今、日が当たってきたんで、ちょっとね、プラスに、ね、なったかなっていう感じなんですよね。で、ここの状態でメインスイッチをね、入れます。はい、メインスイッチをですね、入れます。そうすると、照明灯がね、つきました。はい、この状態で、そうですね、まずは、電子レンジね、ちょっと動かしてみたいと思います。電子レンジ動かすときは必ずね、このインバーターのスイッチを入れます。はい、それではね、実際にこのね、電子レンジを動かしてみたいと思います。またね、お昼に食べる私の弁当をね、入れさせていただいて、600ワットの設定で1分ぐらいね、スタートします。はい、動き始めました。結構ね、今90アンペア結構いきますね。90アンペア使っております。1分間でね、電子レンジ使ってどのぐらい減るかなっていう感じなんですけど、300アンペアのアンペアアワーだから、今298アンペアアワーありますね。はい、温め終わりました。バッテリーのね残量を見てみたいと思います。あ、297アンペアアワーですね。で今照明がね今全開でつけてるので、今の状態でマイナス6アンペア使ってることになるんですけども、ちょっとだけね減った計算になります。電子レンジをですね全然使っても問題ないですね。今外気温がマイナス5度なんですけど、使用はですねマイナス20度ぐらいからねこのレノジーのバッテリーは使えるので、これで問題なくね使えることが分かりましたよね。はい、それではね今度ね家庭用エアコン、これねセレンゲティは家庭用エアコンが標準装備なので、家庭用エアコンをね動かしていきたいと思います。でこのねダイキン製の家庭用エアコンなんですけど、冷房ねもちろん夏結構これ電気食いますけど、あのね冬のねこれ暖房の方が実は電気食うんですよ。なので今回ねちょっとまだ冬なので暖房でね入れてみたいと思います。はい、暖房の20、これね寒冷地用のねあれじゃないんですけど、25度ぐらいのね設定にしてちょっとね動かしてみたいと思います。はい、今ね少しずつ動き始めました。で今ねコンプレッサーまだ動いてないんですね。もうでもね20、ああ結構いきますね。23、25、結構ねアンペア数使うんじゃないかなと思います。ちょっとね室外機の様子をね見ていきたいと思います。今ね室外機で結構頑張って動いてますね。はい、今ねまだあったかいのは出てきてないかな。で今のですねアンペア数を見てみます。はい、今は26アンペアぐらい使ってますね。はい、このねレノジンのバッテリーに関しては実はですね Bluetooth で携帯端末ですね状況を確認できます。で今のねエアコンを使い続けている状態なんですけども、残り使用時間がね8時間ね使えますよっていうふうになってますし、これバッテリーもね 98% ありますよだとか、でこれ100アンペアのバッテリーを3つつけてるんですけど、それぞれねこの3つがこう通信できるようになっていて、例えばこのねバッテリー1、2、3、これ、ね、3つあるんですけど、
これをポチッと押すとこのような感じで 98.3% 今あって、残量だとか、容量だとかね、あと電圧も今 12.9 で電流はマイナス 13.8A 使ってますよ。でこれヒート機能、これがねヒート機能、これ今オフの状態です。であのファームウェアバージョンもありますし、これバッテリーのねこれ温度、これ分かります、 0.5 だとかね 0.3 というふうにね、最低温度は 0.3 まで下がったのかなっていうふうにね、こういうふうになっておいて、バッテリーそれぞれのですね状況をあの Bluetooth、 要は携帯端末で確認することができるんですよね。なのでまあ一応ですね、ここにモニターはつけてはいるんですけども、ちゃんとそこでね確認できることもねできますし、それぞれのバッテリー3つついてるんですけど、このような感じでね3つを全部ねモニタリングすることができます。これなかなかねいいですよね、この状態。こっちもね 98.5 あって、ね、やっぱりマイナスね、まだバッテリーの内部の温度はですねマイナスの温度になってますので、これはですね使用はねできるんですけど充電がね入らない状態です。で今はですね、ちょっと今使用実験をやってるので、今度はね今エアコンのやつが終わったら走行充電ね、エンジンかけてみたり、外部充電をね、引っ張って、このヒート機能がね、どういうふうにかね、活動するのか、ちょっと見てみたいと思います。はい、もうね、エアコンからは結構ね、あったかい風出てきてますね。さっきはね、もう白い息が出るぐらい冷たかったんですけど、あったかいね、空気がバーっとこう出てきてます。で、使用のですね、今のアンペア数を見てみます。はい、今ね、結構今使ってますね。マイナス44Aをね使っておりまして、300Aあったね、こう容量も今293になって、98% の残量ですよっていう風にね分かります。なので今マイナス環境下ですけど、こういうですね、電気をたくさん食う、電子レンジだとか家庭用エアコンもこのマイナス環境下でも難なくですね使用することが可能ということがね分かりました。これねもう少し温度が安定してくると、多分使用のねアンペア数も下がってくると思うんですけど、今一生懸命ね部屋の中を温めようとしてるので、50Aぐらいね今バッテリーをね消費しながら、動かしているような状況になっております。はい、今ですねバッテリーの状況はと言いますとこのような感じになってまして、ちょっとね今エアコンだとか電子レンジを動かしたので容量がですねちょっと減りました。今 96.1% で、今ね照明とか使ってますので、今マイナス 2.2A 使ってますよ。そしてバッテリーのね温度がねやっぱりまだ 0.5 とかね、0.7 度しかない状態なんですよ。で今回のこのレノジーのですねバッテリーに関しては、プラスのですね5度以下になってしまうと充電が入らないという状況なんですよね。なので今はですねもうバリバリ5度以下になってますので、ヒート機能がね今活躍してないオフのね状態になってますので、この状態でですねまずエンジンをかけて走行充電をですね働かせてみたいと思います。はい、今ねエンジンかけてきました。でまずねこのバッテリーを見てみるんですけど、あ、ヒート機能ここね分かりますか、ヒート機能っていうところがねこれオン、ちょっと見づらいかな、オンになりましたね。さっきはねオフだったんですけど、ヒート機能がね作動しましたね。で今電流は 27.6A 入ってることになるのかな、合ってますね。で、ヒート機能もつきつつ、オンになりつつ、充電、今ね、多分、ヒート機能にですね、多分電気を送り込んでる状態だと思うんですけど、こんな感じですね。で、モニターの方を見てみても、これでですね、今 38.9A 充電してることに、ね、なってますね。で、もう一個、もう二つのものも見て、例えばこっちも見てみるんですけど、こっちもヒート機能がねオンになってますね。でこっちの方もヒート機能がオンで、表示がねここに充電低温保護っていうのと
充電低温警告っていうのが出てますね。これをちょっと見てみると、充電って、ああ、Please heat up the battery to room temperature。 あ、温度が低いよ、温度が低いっていう警告がね、出てますね。なので、今これ、ヒートがね、オンにはなってもいるんですけど、まずですね、おそらくこのヒート機能の方に電気を使って、で、それから、多分ね、バッテリーの、状況が良くなってきたら充電が入るっていう風に、ね、なると思います。まだですね、これ、0.2、0.5 度ですからね、まだ全然冷たい状態ですね。ちょっとねこれで様子見てみたいと思います。はい、バッテリーもね実際これ触ってみたんですけど、もうこれね明らかにしゃっこいですね。これねもう絶対マイナスの感じですね。あ、しゃっこいってなんでひょっとしたら北海道弁かもしれないんですけど、キンキンにね今このバッテリー冷えてる状態ですね。はい、エンジンをねかけて今5分ぐらい経ったんですけども、このね表示を見てみると、充電完了までの時間がですね1時間と45分に変わりましたね。でちょっとねバッテリーそれぞれ見てみたいんですけど、今ですね残量に関しては 97.74% で、これ目3つのが分かれてるんですけど、こっちのねまずこっちの子を見てみると、これはね 100% になって電流今 3.4A、 これ充電されてるのかな、まあ、ヒート機能はオンになっていて、あ、これね温度ちょっと上がってますね。3度くらいまでね今上がってきてますね。で、もう1個の方を見てみると、これね 0A だ、こっちまだ充電入ってないのか、一応ヒート機能はオンになってるんですけど、まあ 96.6% のヒート機能オンで、まだバッテリーのね温度がこれ上がってきてないから、まだね充電は入ってない状況かなっていう感じですかね。でもう1個の方はこっちを見てみると、これもね、96.6% のヒート機能オンで、1.4 度ぐらいなので、ちょっとまだですね、温度が低いから、おそらくこの電流がね、上がってこないんじゃないかなと思います。はい、寒さの影響か、なぜかしら音声が入ってませんでしたので、急遽ですね、アテレコしたいと思います。エンジンをかけて約1時間がね、経過しました。充電完了まであと7分というところになったんですけども、各バッテリーの状態を見ていきたいと思います。まず左上のバッテリーに関しては、当初から最初にですね充電が入っていたので、もうね 100% になってるんですよね。でもう2つ目のやつを見てみると、ちょうど今 20A ぐらいの充電が入っていて、そしてヒート機能はもちろんオンの状態、そしてバッテリーの温度に関してはだいたい5度ぐらいのですね温度になっているかと思います。そして3つ目のバッテリーも今だいたい 20A ぐらいの充電が入って、ヒート機能はオン、そしてこちらも5度ぐらいのですね温度になっております。今回 100A のバッテリーを3つ並列でつないでますので、多少のですねばらつきがあることは分かったんですけども、 BMS でバッテリーの状況をモニタリングしてますので、バッテリーの状態をしっかり確認してから充電が入っていくのがね分かりました。このまま 100% に上がるまで様子を見てみたいと思います。はい、実験開始からだいたい2時間ちょっと経ったんですよ。で、100% になってから走行充電はね1回エンジンを切って置いておいたんですけども、まあバッテリーはね相変わらず 100% になって、それぞれのね3つのバッテリーも 100% を指しました。で例えば、こっち見てみても 100% になってますし、今バッテリー電圧が 14.2 あって、何アンペアも今かかってない状態ですね。でバッテリーがねもう7度ぐらいね、2時間ぐらいのエンジンかけないで、ね、要はヒーター炊かないでほっといたんですけど、7度ぐらいになってるんですよね。でもちろんヒート機能もオフになってる状態ですね。でもう1個の方を見てみても、これも 14.2 のヒート機能はオフになってて、こっちは10度ぐらいありますね。もう1個の方はと言いますと、こっちも10度ぐらいあるんですよね。なのでヒート機能はもうすでにね、働いてない状態なんですけど、結構ねまだ外気温はマイナス4度あって、今日中なのでね多少こう外気温は上がってはいるんですけども、
結構ね温かい状態のまま保持してくれてるようで、今ね3つとも 100% の状態になってますので、こっちのモニターの方もですね 100A 100% になってね、今充電も何も入ってない状態に、ね、なっております。でこの状態で、まあ、走行充電でね、しっかりヒート機能が働いて、充電入ることが分かったので、ちょっとですねこれからまた、エアコンなり動かしてバッテリーを減らしてですね、また明日ですね今度は、100V のですね充電器の状況をね確認してみたいと思います。はい、今ですねバッテリーちょっとね消費させるために、FF ヒーターをですねつけて、そしてですね、はい、エアコンも暖房でちょっとね動かしちゃって、で照明もですね高校と今全開でつけております。そうするとですね消費電力が今だいたい33Aぐらいに使ってますね。はい、各それぞれね10Aまあ30Aぐらいね、この計算いくとこれでもね9時間ぐらい動かせるよっていう計算ですね。すごいですね。やっぱり300Aあるとなかなかね使えそうですよね。今エアコンとヒーターね、なかなかねエアコンとヒーターを使うことはないかもしれないんですけど、その状態でもですね8時間も動かせるというね状況になっております。はい、実験開始からまたねさらに2時間経ったんですけども、今のね状態はと言いますと、バッテリーがですね今 78.4% の、あとですねこのままいっても6時間35分使えますよっていう風になっているんですよ。で各それぞれのバッテリーはと言いますと、だいたいですね 81%、77.5、76.6、 ちょっとね多少ばらつきはあるんですけど、だいたい今8割ぐらいね残ってるような計算になっております。で、バッテリーの状態見てみてもやっぱ 80% ぐらいのねやつで、今まあまあそれぞれ 10A ずつぐらい使って、まあ、ヒート機能に関してはね今オフの状態で、まあ、バッテリーも室内も結構あったかくなってきたんで11度ぐらいにね挿しております。で今ねようやくそのね 100% あったやつがまあ約 80% まで下がってきましたの で各それぞれでね、まあ、10A ずつぐらい減ってるんで、こっちのモニターで見てみてもやっぱり 37.6A 今使ってますよ。で 78% のね3つを統計するとだいたい 78% になるのかな、減ってますよっていう状況になってるので、この状態でですねちょっとエンジンをですねかけて、このね感じがどういう風になるかをねちょっと見ていきたいと思います。この状態でねまずはエンジンをですねかけてみたいと思います。はい、今ねエンジンかけてきたんですけど、マイナス11、13でね、こっちを当たりますか、あ、ギリギリこうチャージの方が勝ってる感じですかね。さっき30アンペアぐらいね消費したんですけど、今プラスの表示になってるので今プラスになってますね。でバッテリーそれぞれ見てみても、あ、1.9A とか 2A、2.5A 充電、要はチャージが入ってる状態ですね。まあもうバッテリーの温度も結構10度以上上がってるので、ヒート機能に関してはもう今オフの状態ですね。でまあ 80% で、13.2V のだいたいそれぞれ 2A ずつぐらい、プラスマイナスでいくとプラスになってる状況ですね。なので走行充電が入るとこのような感じで、まあ、使用状況にも変わるとは思うんですけども、若干ですねやっぱり充電機能の方がやっぱ高くなるので、これだけ使っていてもチャージはねどうやらされてる、あ、もう10時間に増えましたね。この調子でいっても10時間使えますよっていうことなので、若干ですけどチャージの方がね上回ってる状態ですね。これだったらもしねバッテリーなくなったとしても、まあ走行充電だとかね入れてあげると、まあこれだけの電気の使い方ね、エアコン FF ヒーター動かして照明動かして、このエアコンをね動かした状態で 30A ぐらい消費してたんですけども、エンジンをかけてあげると若干ですね勝ってるので、このような感じでね6アンペアぐらいプラスになってますね。
まあ、これでいくとまあじわじわですけどもバッテリーをね一生懸命充電してくれる状態になりますので、こういう風にしてあげるとさっきね、6時間から7時間ぐらいだったらもう11時間このまま使えますよという計算になりますので、走行充電結構、ね、なかなかね有効なんじゃないかなと思います。はい、今ねエンジンを切るとはいこんな感じで40アンペア消費をですねしてますよね。はい、ちょっとねこの状態でしばらく電気を使ってですねちょっと減らした状態でですね明日はまた今度ね 100V のね充電をねしていきたいと思います。この状態で電気を使ってまたね室内も冷やしてこれをですね5度以下にねしてあげて明日はですね 100V のね充電器をやってみたいと思います。はい、次の日になりました。今日もね外気温がマイナス5度ぐらいの、ね、今ね白い息がね出てるんですけど、室内はと言いますとまあ大体0度ぐらいですね、マイナスのねになっております。結構ね今キンキンに冷えております。でバッテリーの方も、昨日ね結構使ったので今これね 58.17% 残量がある状態で、それぞれね 60%、 56.2%、 57.9%、 ちょっと多少ばらつきはあるんですけど、みんなね 60% ぐらいに下がっております。例えばこの一つ目を見てみても60% で今 13.2V あって、アンペア並みも入ってない状態の、ヒート機能はオフ、そしてバッテリーも今ね 1.2 度ぐらいですねというふうに、そしてねこの警告をね寒いですよっていう警告が出てますので、この3つともですねヒート機能はオフの状態になってますね。こっちもオフですねの状態になっております。こちら 0.4 度とかね限りなく0度に近い感じなんです。もうねほとんどもうキンキンに冷えている状態です。そこで今外部電源コードをねつないできたので、早速ね 100V のね外部充電器でねどのような感じで作動するか見ていきたいと思います。ちなみにこのはいこちらの方で見てみても 57% でね今表示をしておりますね。はい、で今外部電源コードを差し込んできて今ブレーカーを今切っている状態なんですよね。で、すぐ状況を把握したかったので、この状態でブレーカーをね入れます。はい、そうすると 100V で充電がね始まってくるんじゃないかなと思います。電圧計で見ると今30アンペアぐらいね今充電が入って少しずつ今上がってってる状態ですね。まずね3つこれつながってるんですけど、この1個だけがね充電が入って、あヒート機能がオンになりましたね。まずねこの1つがオンになって、こっちもあオンになってますね。そしてもう1個の方も、ヒート機能がねオンになりましたね。まずですね電流がこれ入ってないので、おそらくまあ走行充電も外部充電も一緒なんですけど、まずねヒート機能を作動させてこのバッテリー温度をですね上げてから多分充電がね入っていく仕組みですね。このままこの状態でいくとね、こっちもねヒート機能がオンですよっていう風になってますので、まずですね 100V 今これ外部充電が入った状態なんですけども、ヒート機能をねまず動かして、まずバッテリー自体をね温めてから充電をね入れるような感じですね。今状態でいくと、充電完了まで4時間と49分かかりますよという風になっております。はい、この状態でねしばらくちょっとつなげて様子をね見てみたいと思います。はい、外部電源をね差し込んでから約10分ほどね経過しました。でねこれよーく見てみるとバッテリー3つのうちねこの6623っていうね末尾のやつの本体が今 17.7 アンペア入ってる状態なんですよね。で6623ってこの
この子なんですよね。このバッテリーはプラスがね集中して今止まってるところで、マイナスに関してはねこっちの方からねマイナスいってるんですけど、こっちから最初に何か多分入るような感じですかね。で今充電器がね一生懸命反応して、20アンペアでね充電してまして、こっちのモニターで見てみると34アンペアぐらいなので、14から15アンペアぐらいで、この3つのねヒート機能をね使ってるんじゃないかなって予想してるんですけども、おそらくこの今ねバッテリーの温度が少しずつ上がってきたので、これをまず入ってから他のねあの2個3個目の充電をかけていくっていう感じの予感がしますね。まずこっちをね集中的に、はこれですね、このバッテリーが今集中的に入れてるような感じの雰囲気ですね。結果と3つそれぞれねヒート機能はもう作動してるので、今順次一生懸命ねこれ温めた、もう2度ぐらいまで上がってきましたね。さっきはね 0. 何度だとかだったんですけど、あの少しずつ上がってきてるので、まずこのですね、このバッテリーから入って、まあ、みんなバッテリーを温めてある程度5度以上になってきたらこう行き渡るようなね感じなのかな、ひょっとして。はい、ですね、実験開始から約30分がね経ったんですけども、それぞれみんな充電が入ってる状態ですね。例えばこれでいくと、今 8.5 アンペアの充電が入って、バッテリー温度もですね7度、あ、もう5度以上になってますね。もう一個の方はと言いますと、こっちも7度になってますね。12アンペア入ってます。そしてもう一個の方もこれ 6. 何度、開始からね約30分ぐらいでマイナスだったで、バッテリーももうプラスの5度以上になってね、みんなそれぞれこれチャージがね始まってる状態ですね。だいたいみんな10アンペアぐらいでね充電がねまんべんなく入ってる状態ですね。約10アンペア、12アンペア、これも10アンペアぐらいですけど、まあ30アンペアぐらいでね入ってるんですけど、こっちで見ると38.2 アンペアなので、その余りの部分がねおそらくヒート機能で今使われてるんじゃないかなと思いますね。こっちもヒートがねオンになってますので、そっちの方でも結構電気使われてるんじゃないかなと思います。でこのままでいくとあと3時間とちょっとでね、一応満充電になりますよっていう計算になるんですけども、まあ、開始、30分ねマイナスの外気温がマイナスの5度で、室内温度がマイナスではちょうどね、0度だったんですけども、約開始30分ぐらいで、どうやら、バッテリー温度もですね、まあ5度以上にですね、まあ上がるような感じで、結構ね、ヒート機能もね、すぐ温まる感じで、なかなかこれ優秀なんじゃないかなと思います。はい、実験開始からですね、約1時間かな、経ちました。今のね、状態見てみると、一気にですね時間が短くなった感じがありますね。バッテリーの状況はと言いますと、今ねヒート機能はオフになって、バッテリー自体の、ね、温度はね11度ぐらいまで上がってますね。でまあこれはね11アンペアぐらい今充電してますし、もう一個の方も、こっちもねヒート機能はオフになっても12度あってね、こっちも12アンペアぐらい入ってるのかな。でもう一つの方も、こっちはちょっと温度がまだ低いかな、でももう6度5度以上になってるのでヒート機能オフになってるんですけど、こっちもね、まあ、約10アンペアぐらいを充電して、まあ、入ってるようなね、はい、状況になりますね。はい、ですので今これね断続的にこれバッテリー、充電器がですね作動して、ぐーっとこうね10アンペア以上充電を入れてるような感じですね。もうヒート機能ではねおそらく電気は使ってないかとは思うんですけども、だいたいね合わせると、まあ、37、8アンペアぐらいでね今充電をしている状態ですね。なので、まあ、あとね、2時間半ぐらいで満充電になるような感じかと思います。
はいですね、100ボルトで、ね、外部充電で、ね、やってもですね、あとヒート機能が働いて、まあ、約20分から30分でですね、バッテリーは5度以上になるので、そこからですね、またガンガン、ね、充電が入っていくようになりますので、そうしていくとね、2時間ぐらいでもうあの50、まあ、60% ぐらいまでこうバッテリー下げてたんですけど、そのぐらいのスピードが結構入るので、わりかしね、充電速度がね、速いんじゃないかなと思います。まあ、最初のうちはね、ヒート機能にも電気を使ってるので、あの、充電をね、まずそのバッテリーが温まってから、充電が入るような仕組みになってましたので、ちょっとね、タイムラグがあるかもしれないんですけど、温まってしまえばですね、充電のみにですね、あの、力を使うことができるので、わりかしね、早く、こうね、バッテリーも充電がね、入るんじゃないかなと思います。はい、今回のですね、レノ人生ヒート機能付きプロシリーズスマートリン3鉄リチウムイオンバッテリー、いかがだったでしょうか。はい、このですね、リチウムイオンバッテリーって今ね、キャンピングカーのね、業界の中でも非常に注目を集めております。まあ、従来のキャンピングカーって、まあ、鉛バッテリーがついてね、まあ、たくさん積んで、まあ、インバーターを動かしてね、電子レンジを動かしたり、家庭用エアコンをね、動かしたりっていうことがあったんですけど、実はですね、長い時間あんまり使うことができなかったんですよね。ここでこのね、リチウムイオンバッテリーというのが登場してきて、これをね、あの、取り出せる電気容量も非常にね、たくさんありますし、高出力のですね、電化製品を使うことができるということで、今ね、非常にね、注目を集めているんですけども、実はですね、あの、注意点が2点ほどあるんですよ。まず一つはですね、リチウムイオンバッテリーのバッテリー本体だけを取り替えればいいって、実はね、そうではないんですよ。これね、あの、バッテリーはもちろん取り替えるんですけども、100ボルトのですね、外部充電器もリチウムイオン用、走行充電器もリチウムイオン用、そしてですね、ソーラーのですね、コントローラーもリチウムイオンバッテリーにですね、対応したものに取り替えないと本来のですね、威力をですね、発揮できないんですよ。そしてもう一つはですね、これ、あの、冒頭でもお話ししたんですけども、あの、使う放電に関してはマイナス15度だとかね、マイナス20度だとか、マイナス環境下においても使用、使うことはね、できるんですけども、充電がですね、実はマイナス環境下になってしまうと入らないんですよ。バッテリーとですね、メーカーによってはマイナス環境下になったら充電がそもそも入らない、まあ、保護するために入らないっていう風に、ね、してるね、あの、カットオフがついたバッテリーもあるんですけど、今回のレノジーさんに関しては、あの、ヒート機能がね、ついてるんですよ。これね、どういうことかというと、まあ、自分でですね、体温をね、計測して、あ、これ今マイナスだから、これ充電今入ったら自分の体がまずいぞと、で、充電が入った時に、あの、このヒート機能を使わなきゃってことで、ね、自分の体力を使ってまず自分を温めるんですよ。で、温めてもう充電が入ってもいいよって温度になった時にも充電をブワーッとこう自分に入れていくんですよ。バッテリーのですね、寿命にもつながりますし、あの、ね、寒いね、あの、玄関地でもですね、このバッテリーをね、使うことができますので、これ非常にですね、買ってき非常にですね、画期的な、ね、システムなんですよね。なので今キャンピングカーをね、ご検討されていて、まあ、リチウムが今人気だからリチウムにしたいなと思っている方や、まあ、実際ですね、今キャンピングカーに乗ってらっしゃる方で、まあ、ちょっとね、リチウムに変えたいなって思ってらっしゃる方をですね、ぜひですね、このヒート付きのですね、あの、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。そしてこれね、交換だとか取り付けに関してはね、必ずですね、まあ、経験やね、技術のあるですね、販売店さんやね、あの、ディーラーさんにね、お願いした方がね、いいかと思います。はい、今回はですね、レノ人生のですね、ヒート機能付きプロシリーズスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーをね、ご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですね、いろんなキャンピングカーやキャンピングカーのこういうアイテムをね、ご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。